こんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今ですね、2泊3日の旅行から帰ってきました。生き物がたくさんいるもんですから、まあ、どんな感じになってるかをお見せしたいと思います。そして、どんな準備をしてきたかも確認し、まあ、お見せしたいと思います。よろしくお願いします。まず、太あごひげトカゲちゃんですね。レモンちゃんです。まあ、ちょっとうんちしてますから、片付けてあげます。こちらはですね、このウェットシェルターを使って水をたっぷり入れて保湿をした状態で出かけました。で、うんちをするとですね、まあ、レモンちゃんがうんちだらけになるのも怖いので、まあ、出かける前に餌はあげずに、でちょっと怖いのがこの水をですね、水の中にうんちをしてしまうと本当に水も飲めなくなったり、もし飲んじゃったら、まあ、自家中毒的な感じになると嫌だなというのがあってですね、まあ、できればうんちがしないでほしいなと思ったんですけども、帰ってきましたら、まあ、うんちは砂の上にしてました。まあ、これもですね、たまに水の中にするんですね。なのでちょっとそこがすごく心配で、やっぱりレモンちゃんは2泊はきついなっていうのが正直なところですね。まあ、太あごひげトカゲはそんなに水を飲まないんですけれども、やっぱり水切れしちゃうとやっぱかわいそうかなっていうのがありますね。で、この水入れにうんちをするかしないか全くわかんないので、まあ、そこが、まあ、今回たまたまうまくいきましたけども、普通に仕事に出てて夜帰ってくるとうんちしてたりとかしますのでね、まあ、そうすると、まあ、帰ってくれば別にいいんですけど、宿泊はちょっと怖いなって感じですね。それから最近お迎えしたブラックナイトなんですけども、レオパちゃんですね。ブラックナイトの黒姫ちゃんですけども、この子はですね、元気でしたね。で、この子もウェットシェルターに水をたっぷり入れて出かけました。で、まあ、出かける前にご飯をあげましたけれども、まあ、これで全然元気でしたね。まあ、他にもレオパいますけども、まあ、今日はそのぐらいにして、で、こちらのモリアオガエル、モリアオガエルは、まあ、水をですね、タッパーに割と多めに入れてですね、で、霧吹きをいっぱいして出かけましたね。この床材にですね、まあ、今ココナッツヤシのですね、ヤシ殻を使ってるんですけども、まあ、これで湿気が取れるのかなと。で、こちらがですね、アマガエルですけども、こちらもこのキッチンペーパーを使ってますね。で、かなりびちょびちょにして出かけました。イエアメガエルもですね、こちらもかなりびちゃびちゃにして出かけてますね。で、タッパーを多めにして、まあ、こちらはですね、普段はタッパー1つなんですが、2つ使ってですね、水をたっぷり入れて出かけました。で、まあ、なんとか2泊ぐらいは全然大丈夫なのかなっていう感じですかね。まあ、結構なんか元気そうでしたね。で、戻って餌をあげたらすぐにコオロギ飛びつきましたけども、まあ、そういう意味ではですね、カエルはまあ、もし水入れにうんちしたとしても、まあ、なんとかなんのかなという、2泊ならなんとかなんのかなって感じですね。これ3泊ぐらいだとちょっときつい場合ありますね。やっぱり水を汚してしまいますと、その後に体を使った時に自家中毒を起こしたりとかしますので、まあ、そういう意味では、まあ、2泊ならなんとかなるかなという感じですね。で、両方ともうんちでびちゃびちゃになるってことはまずないと思ってるんですよね。だいたいうんちの頻度がそんなに高くないんですよね。なので、まあ、それもまあ狙ってですね、あんまり餌をあげなければうんちも少ないので、まあ、タッパー2つあれば十分かなという感じですね。まあ、ただ結構びちゃびちゃにしたつもりなんですが、すごく乾いてる感じになりましたので、やっぱりエアコンでですね、温度を設定してますので、その辺でちょっとやっぱり乾燥はありますね。まあ、カエルちゃん自体はですね、全然水に浸かったりしてましたので、かなり水浸かった後ありましたので、まあ、そういう意味では乾燥は自分で防いでるのかなという感じですね。まあ、大きいですからね、このイエアメガエルは、まあ、体もある程度サイズがあるので、まあ、そういう意味ではもう頑丈かなというふうに思いますね。次、タイガーサラマンダー。タイガーサラマンダーとファイヤーサラマンダーは、まあ、うんちちょっとしてまして、お見苦しいですけども、まあ、そんなにカラカラになってる感じではなかったですね。結構この人工芝とか、この入れてる植木鉢なんかをびしょびしょにして出かけました。まあ、元気ですね。
で帰ってきて餌あげしたらものすごくすごい勢いで飛びついてくれましたので、これぐらいで全然大丈夫かなと。まあ、この子たちはまあ3泊とかでも大丈夫なんじゃないかなって感じですね。意外と困るのがこのカメちゃんですね。スポンですけども、あ、だいぶ汚れちゃいましたね。だいぶ汚れちゃいましたね。ちょっとかわいそうなんですぐ水取り替えてあげようと思いますけど、まあこんな感じです。この子は餌をあげないで出かけました。あと餌用のコオロギですけども、まあ、こちらはですね、ちょっとこれ水をたっぷり入れた状態で餌もたっぷり入れて出ました。まあ2泊3日ぐらいだったらまあなんとかね、死なないで大丈夫かなって感じですね。まあ大丈夫ですね。あんまり過密にしてないのでもう残りがあんまないので、まあこの他にこのぐらいのやつともうちょっと大きいやつで、この5、6倍いますけども、まあそっちも見てみましょう。まあこちらはですね、ちっちゃい方ですね、ちっちゃい方のコオロギですけども、ヨーロッパイエコオロギですが、まあ、こちらもビチャビチャにして、水を入れて餌箱には餌を多めに入れてきました。まあ元気そうなんで、まあ良かったかなという感じですかね。実際にはまだまだですね、お見せしてないものがいっぱいあるんですけれども、まあ、こんなような感じでずらっと一回並べまして、これから世話をしたいと思います。だいたい想定時間2時間、まあ普段週末はですね、いろいろと洗ったりとか綺麗に日頃できないことをするんですけれども、旅から帰ったばっかりなのでまたやることが山ほどあります。まあ息つく暇もないというものなんですけれども、まあこれも楽しみの一つでもありますので、最後にですね、ちょっと綺麗にしたところでレモンちゃん、太顎ひげトカゲのレモンちゃんに餌をあげて、まあご覧いただいてですね、これから私は頑張っていきたいと思います。アクアハウスチャンネル、これからもよろしくお願いします。まあ、今飼育している生き物のほんの一部をご覧いただきましたけれども、生き物を飼うのはとても大変ですけども、とても楽しいです。ぜひとも皆さんもこのアクアハウスチャンネルを見て生き物が飼いたくなったら、ぜひいろいろ飼育の方法とか参考にしてください。よろしくお願いします。ちなみに2泊3日ぐらいの旅行はできるんじゃないかなと私は実践して思っております。ぜひある程度、いろんなことを犠牲にしなくても生き物を飼育できるかなと思っておりますので、楽しんでください。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。